はい。こんにちは、マキシです。今日はカズさんと一緒にインタビューをします。カズさんは英語の発音の専門家で、今アメリカに住んでいます。コンサルティング会社で働いてて、あとアメリカで博士号も取ってるので、もうすごく言語学に詳しいので、今日はありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。なんか本も出版されてますよね、発音に関しての。はい、これ12年前に出したんですけども、英語のどと言います。If you speak English or any other languages from the throat, you can speak better. ということで。そう、instead of doing that, ね、話せばよりよく英語の発音ができるので、すごく大事なことですよね。私も耳から日本語を覚えてたので、やっぱり発音とかの練習、まあ、日本語だと発音しづらいところもあるので、まあ、すごく大事ですね。日本語って口先でね、喋る感じで、日本語はこんな風に喉で喋りますという感じでね。So the difference between these two modes of speaking を教えております。気になります。まずその英語が話せるようになったストーリーをちょっと聞きたくて。わかりました。多分ね、マキシーさんと同じだと思うんですけども、僕も中学生の頃から英語の音楽が好きだったんですよ。それで、はい、僕が中学生高校生って言ったら MTV とかが流行りだした時です。 1980s、うん、でアメリカとかイギリスの音楽を聞いて歌ったりとか、うん、で分からなかったら歌詞カードを見たりしてました、うん、そしたらこう自然に喋れるようになりましたよ。そうですね、私もお客様で音楽家、すごい音楽に詳しい人がいたんですけど、一般の人と比べてどうしても発音がすごくうまかったりします。だからその辺にこう見ると発音が良くなりますよね、音楽。2つあると思うんですけども、1つはシラブルが正しくなると思うんですよね。例えば、はい、日本人が例えばマクドナルドというのをマクドナルドと言ったら通じないんですね。It has to be like マクドナルド。歌を歌ってると自然にそれが正しくなる。例えば、You are my sunshine, my only sunshine。自然に、ね、そうですね。うん、私もカタカナがすごく嫌いで、で嫌いな理由は1つあります。英語はできるのにカタカナのスペルがわからないからです。カタカナのスペルがわからないと言いますと、例えば英語で正しい単語知ってます。でその英語の単語があったとして、そこのカタカナもわかるとしても、どうしてもそのカタカナを文字に書くときに、日本人がその英語の単語をどんなふうにカタカナにスペリングしてるかがわからないんです。それは言えてますね。名前なんかでもね、マクシーさんの名前なんかでもわからないですよね。そう、だからピカットの方が電話するとピカットにしてるのがピカピカって言うと通じるんですよ。ピカットですってこう電話するとピカピカみたいにピカットですって言えば通じるけど、マキシーだと初対面みんな聞き取れなくて、でもこう外国人の名前で申し訳ないんですが、ピーカートですって言えばピカチュウみたいとか、こう少し言えばこう覚えてくれるような、キラキラネームです。キラキラネームでいいじゃないですか。で、あとめんどくさいときは、郵便の人とかが来たときは毎回嘘をかぶって田中ですとか鈴木ですとか、こう適当に適当に言ってる。マクシーさんの場合はマクシーピッカーなので4シラブルなんですよね。でも日本語になったら、はい、マキシーピッカーとってなんか長いですよね。そう、めっちゃ関係ない。だからそう、どれでもいいときは田中とか鈴木にして、郵便の人だってあんまり関係ないんだけど、そういう会社とか正しい場合はゆっくり言うようにしてます。あ、なるほどね。そう、ゆっくり言ってみんなにこう分かりやすく、例えばピカットだとピカピカを言えば覚えてくれるとか、ピカチュウ言えば一回で覚えてくれる、だからどんな風に一回だけ言えば覚えてくれるかっていうのを考えた上で話すようにしてます。なるほどなるほど僕なんかね、名前が難しすぎてね、アメリカ人の人にはね、もう諦めてますね。そうですよね。だからまあ海外に住むとそれはあるあるですよね。ね、昨日も一緒に働いてるけども会ったことはない人に電話したんですよ、うん、そしたら「What? This is Kaz」って
I thought you were a woman って言われました。いや、そうですね。E メールだけでね。うん、私もあの村上春樹がすごい好きで、で、あの春樹っていう名前も好きなんですけど、あのドイツ語だったら、あの春樹、E で終わるから、女性の名前だと思われる可能性が高いから、そう、あとあの友達、まあ、あの信明とか信康とかあのいると思うんですけど、信はうで終わるから男性の名前だと思うのは簡単なんですけど、ドイツ人からすると。あとあの例えばあのでも吉弘とかまでなるとみんなもう男性か女性分からなくなるとか、あのとはよしとかだったら簡単です。でも吉弘だったら難しい。ヨシはこう任天堂でゲームであのドイツで知られてる人もいるので、あのヨシだけだったら、あのあ男性の名前だ、あの任天堂ゲームみたいな名前だってこうすぐ覚えれるかもしれないんですけど、あとは例えば欧米ドイツにも知られてるあのスズキの、あのこう好きな人はいるんじゃないですか、バイクの。だからドイツでもあのスズキという友達を連れてったら、地元に連れてったら、あの鈴木ですって言ったら社長喜んで、ああそれわかる、僕も覚えるみたいな、鈴木いいですね、僕もバイク好きってこうなんかそのメジャーな、ね、あのこうちょっとメジャーなことがあれば覚えやすいんですけど、E で終わる発音は特にあの女性かなって思われる可能性があります。なるほどね。あとね、ちょっと相談っていうか聞いておいただきたいんですけどね、日本人だということさえ気づかれない時がありまして、はい、私の名前の場合ね、あのギリシャの友達に、はい、I wouldn't be able to tell that you're Japanese just by your name って言われましてね、うん、ショックでしたね。なんか、うん、あの中東の方か、あるいは東ヨーロッパの方の名前と勘違いされるみたいな。なんかでも、普通に私もだから、名前だけだとわからないと思うので、 YouTube 始めた時は名前をお客様に覚えてもらうんじゃなくて、まずはドイツ人だけ覚えてくれたらいいなって、最初はドイツ語会話とかもドイツの文化の動画いっぱい出して、あの必ずあのそのキーワードのところにドイツ人ですとかドイツ語ですってこう書けば、今はまあ検索調べればドイツ人とかドイツ語で出てくるようになったので、まあ、とりあえずドイツ人だって覚えてくれればいいかって。だからその日本でドイツ人といえば。そう。なら、まあ、あの日本人として覚えてほしかったら、ひたすらなんかこうアメリカ人が知ってるような情報、お寿司とか、なんかそういう情報を流すことによって、あ、日本人だってこうなってくるんですよ。こう個人的に任天堂に興味なくたとしても、 YouTube で任天堂のゲームをすれば、あ、日本人だってこうみんながそうですね、そのイメージと、うん、ブランディングですよね。さっきのね、英語をどうやって勉強しましたかという話でシラブルの話をしましたけど、もう一つやっぱりね、私剣道をやってたんです。剣道をご存じ。あ、それいいですね。はい、はい、だから声を多く出してたんですね、あの、うん、あーって。それでなんか英語の発音も、うん、あー like this you can speak English better if you yell kind of、うん、yeah. 多分喉がねこう開くっていうか、ね、うん、英語が発音しやすい感じで、で、私もあの発音で思ったのは、あの外国語で話すときはシンプルに話す方があのより効率的に会話ができるので、だから複雑なことをあの外国語で話すとこうどうしても知ってる単語が限られてくるんじゃないですか、うん、だからシンプルにあの命令形だとちょっとこう激しく感じるかもしれないんですけど、どうやって自分の言いたいことを分かりやすく表現できるのかを考えればあのうまく伝わるんですよね。だから、ね、普通はこうこうはこうだからこうでもこうみたいな、こう綺麗にこう何年か経てればそれでもあの外国語で話せるようになるんですけど、最初の1年とか最初のこう1ヶ月とかはそうじゃなくて、一つの単語だけでどうやって会話できるかっていう方をすればいいんですよね。それはいいアイデアだと思います。私実はスペイン語を喋るんです。よあごはスパニョル。はい。で、ものすごいシンプルなことしか言わないんですけども。そう、それが大事なんですよね。はい、なんかその、うん、で、
結構シンプルでもいろいろ言えるんですよね。うん、あのね、よくエドはブラーって言って、ね、うん、別にそれでいいと思うんですけど、ブエドってのは I can ということですけども。そう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 。ね、でどこでも言えます。I can puedo where、うん、I can see you, I can eat it, I can go、you know, help you とかね、簡単な表現でいろいろ言えますからね。それそうです。簡単で話せば話せます。だから日本人によくどうやって英語話せるようになるって聞かれるんですけど、なんか高校とか日本の高校授業を受けて思ったのは、もうその高校で習った文法も全部忘れていいぐらいに、小学校とか中1で習った単語はもう全部まず使ってみる。それができるのであればもう話せる。マキさん、僕ね、その簡単な表現を使うんですけど、もう一つね、声で心を伝えると思ってるんですよ。それも大事です。うん、例えばですよ。と、うん、そうそう。例を、I'll give you an example. If I say I got up at 6 a.m. If I say it like, I got up at 6 a.m. You know, I'm kind of... ね、あの気持ちを伝える。I got up at 6 a.m. って、ね、言ったら別、ね、なんかこう言い方でね、いろいろ意味が変わってくる。うん、それは感覚的にね、日本語でも同じだと思うんですよね。6時に起きて、もう眠いわ、みたいな ね、うん、ね。そういうふうなのを利用してね、声とかをね。そうなんですよね。最初の段階だと、顔を見れば会話が通じる。でそうすると気持ちと気持ち。だから言葉は一つの単語だけでも、悲しそうな気をしたら、あ、なんか悲しいんだってなるから、こう理解し合えるんですよね、コミュニケーションとかで。そうそう、私も最初、ね、うん、そう思った。全然みんなの話聞き取れなかったけど、なんかこう悲しそうな顔したらどうしたのみたいな、こう、うん、だからネイティブの人たちにとってもそういう簡単に喋った方が分かりやすいと思うんですよね、うん、難しい言葉を使わなくても、ね、そうですよね。だから外国人と会話をしようと思えば、ゆっくり話すか、あるいは普段より顔の表情とか、うん、に力入れれば通じます、うん、私は最近ですね、教えてることがあるんですよ。それは日本人の喋り方って短い、うん、あ、昨日花見に来ました、いや終わっちゃうんですよね。なぜかというと、日本人の場合は、昨日花見に来ましたって言ったら、相手が、あ、どうだったって聞いてくれるんですよね。うん、あ、よかったって、うなずいてくれたりとか。でも、ドイツ語でも多分一緒だと思うんですけど、英語って延々と喋らなきゃいけないと思うんですよね。そうそうそう。ね、それも、基本は、主語動詞とか、I got up this morning and I went to the kitchen and I drank coffee みたいな、だんどん、延々と喋る。それが違いだと思っていて、だから日本人はもっとこう長く喋る、相手がこのうなずくとか相手が理解してとかをあんまり気にせずに、ね、まるで独り言を言ってるように、as if I am talking to myself, I just talk, talk, talk、うん、が大切だと思ってます。そう、東京の人は特にちょっとだけ終わって相手がその暗黙で言ってないことまで理解してほしいところはあります、うん、でもそれだと外国人が分かりにくいところもあるので、その空気を読むのはこれ言葉にしないと分からない部分があるので、英語だったらこれがあって、だからこれがあって、だから今悲しい、だから今嬉しい、だからそのこう全部話した方がいいんですよね、うん、で難しく It sounds kind of difficultI mean, if you hear like, I have to talk for a long time in English. でも、そうでもなくて、セリフを使ったりね。例えば、Yeah, I got up this morning and I'm like, oh my god, I'm so tired. Yeah. Hey, what are you getting up already? And I'm like, yeah. っていう、なんか延々と長いんですよね。そう、日本人だったら、長いんですよね。そうそう。で、長かったら難しいと思うかもしれないけど、セリフを言ったりとか。うん、別に難しいこと言わなくてもいいしね。あとなんかすごい思ったのは、日本人は自己中ってよく口にするんですよね、悪い言葉として、うん、あんまり自分の話をすると自己中だけは良くない、もうちょっと相手の気持ちを考える、でも自分のことを言わない限り相手はそれ理解できないから、言いたいことがあればそれをアメリカの文化ともドイツの文化もそうで、
あの説明すれば分かりやすいんですよね。だから日本人って結局同じかと思ってる。ただそれを口にしないなだけ。だからなんか何なんだろう、言葉ができないレベルだったらもう話したいことがあったら話して、で相手にそれがめんどくさかったら外国だったら止まってくるんですよね。もう疲れたからもうやめてとか、今日はもういいとか。イタリア人は特に面白いんですけど、うん、あのその風にあの日本人は最後まで聞くのがマナー、でも外国はこう理解しようとするのがマナーかな、文化の違い。なるほどね。ちょっと若い人、日本人だと話せない理由はどうしても考えちゃうんですよね。あれ考えたらダメなんですよね。うん、考えたもう適当。適当。はい。あのとにかく喋ってたらね。で僕はあの話すことの目的は The purpose of conversation is to kind of get to know each other and、うん、そんな難しいこと言わなくても、ね、あのよく犬が When dogs meet each other, they just sniff each other、うんね、They don't really speak to each other but that's what we need to do even when we speak as a human being、うん、その I don't necessarily have to なんか哲学の話をしなくてもいいので、声を出すことでね、お互いになんか、あ、This guy is a nice guy とか、This lady is a nice person とか、そういう、うん、そういうふうなことが感じられたら、あの、会話が成功と思ってるんですけど、ね、難しいこと言わなくてもいいと思うんですよ。うん、そうですよね。あとは、あの、その、やっぱり自分の中でもう英語に自信ついたときって、どのぐらい時間かかりました？僕はね、だから中学校、高校で、音楽とかでやっていたので、大学生になったぐらいの時に結構喋れました。うん、もうすでに、うん。自信がついたのはね、大学時代にの途中ぐらいまではアメリカ人同士が喋ってる会話が聞き取れなかったんですけど、うん、ある時に聞き取れるようになったんですよ。あ、それはね、アメリカ人のね、人たちとよく遊んでいて、うん、それがきっかけだと思いますね。うん、だからやっぱり友達作りが大事ですよね。うん、だからどうしてもあの友達とかこう話すチャンスを増やさない限り、であの友達の方があのさらに知らない人と比べてちょっとでも英語間違っても話聞こうとしてくれるから、でそうすると自分もそのグループの中で周りの子聞かない、でだんだんこう、あ、自分も聞こえるようになったっていうのはその相手に関心を持ってるっていうところもあるからと思うんですね。そうなんですね。友達になってわあだこだって言ってたら、ね、やっぱりなんかね聞こえるようになりましたね、英語はね。うん、で、あのその話すところはそうなんですけど、あの英語のあの読み書きはどうしても練習しないと思うんですけど、その辺はどうやって文章とかあの良くなったんですか？読むのはね、大学生の時に毎日1年ぐらい図書館で英語の新聞を読んでたんですよ。ああ、なるほど。ちょっとでも、ね、毎日毎日毎日読んでた、1年ぐらい経ったらね、早くなってた。うん。なんか時間を計ること、あるいは毎日っていう、はい、こうね、あの日常の中に、あのこう習慣をつけることですよね。読むのはやっぱりめんどくさいですからね、あの辛いんですけど、でも我慢して1年ぐらい読み続ける。その時間を決めてね、うん、そしたら読めるようになりましたね。うん、私はなんか、なんか能力試験1級の前に、あの会社の、あの会社にあの日経新聞置いてあったんですよ。で、あの1級は文章量がすごい多いから、それ短期時間以内に読めないといけなくて、だからいつも朝会社であの裏木書きペンでマークしながら日経新聞を読んだりしてて、うん。だから時間を計ることって大事ですよね。あと毎日やること読むのは、うん、そうですね、読むのはね、ちょっと時間がかかりますね。書くのもね、やっぱり書き、たくさん書きまして、うん、大学生の時、例えば、Japan Times あるんですけどね、それに意見を投稿するんですよ。うん、なんかオピニオンピースみたいな、なんか書いて、うん、送って、そしたら新聞に載せてくれてみたいな。あ、そういう練習、それいいですね。はい、そしたらやる気が出るしね。まあ、読む書くっていうのは非常に難しいですけどもね、これはちょっと時間かかりますね。なんかその博士論文を書いて英語で博士論を書くのもすごくあの苦労したと思うんですけど、結局何年ぐらいかかりました？アメリカって結構長いんですよね。
5年半。5年半。まあまあ早い方なんですけどね、うん、実は。でも修士号も含めてですよ。あの修士号から始めて博士号終わったのに5年半かかりましたね。うん、勉強ばっかりでしたけどね、今考えたらね。うん、なんかあのアメリカ人あの見るともう本当に博士号を取るまで7年の人もいますし、うん、あれなかなかね時間かかる人は時間かかるんですよね。だから早く終えるのが、うん、もう You don't have to do a perfect dissertation. You just have to finish it、うん、というふうに、ね、考えてます。あとそのなんかあの教え方の違いとかはそうです。どうですか、アメリカの大学とあの日本の大学、だからそのあの先生との違いとかなんかどうですか。自分がアメリカの大学院で良かったのは、まあ、授業とかというよりもなんかリサーチアシスタントというの制度がありまして、うん、大学の先生教授についてなんかデータ分析をしたりとか手伝いをしたりしながら、うん、I, That's how we learn how to do、research study みたいな、うん、それが良かったですね、うん、データの集め方とかデータの分析の仕方とか、うん、はい、授業自体はなんか、うん、めんどくさかったですけどね。ああ、そうなんですね。はい、私も、ね、日本の場合もあの一応あの修士大学院生になればあのアルバイトという形で教授の下で働くことはできるんですよ。ただあの時給が忘れでも1時間、1600円とか1700円しかない。でそれがあのその教授の高い方、学部生だったらあの本当に1000円以下なんですけど、あの博士になっても同じ金額なんで、だからみんな少しずつ教授の下で働きながら、でもやっぱりあの違う仕事をしないとあの生活が東京とかだと特にできないんで、うん、そうですよね、うん、なんか少し日本でもそういうチャンスはあるんですけど、あの生活を考えればあのちょっときつい面はあります、うん、私もでもあのもともと大学院の専門は国際関係論なんだけど、あのそうじゃなくてもともと日本人にドイツ語を教えるとかその言語学にすごい興味があったので、早稲田ではあのドイツ語に詳しい先生の下であのドイツ語を教えたり、そういうセミナーあの力を入れてやっていました。そうでもあのどうしてもそうじゃなくて外の語学学校とか自分のお客様を見つけた方が金額が良かったんで生活してたんですね。なんか セミとかあの博士論の書き方とかそのあのアメリカ人の先生の指示とかはあの日本の先生ってどんな風に違うんですか。一緒に論文を書くのでね、あのそれで実地訓練みたいな感じで教えてもらいましたね、うん、はい、先生たちが、なんかお金をね、あのもらってくると、例えばアメリカだとナショナルサイエンスファウンデーションとか、うん、US デパートメントオブエデュケーションとかありまして、そこになんかあのグランドシステムというのがありまして、うん、大学教授たちがそのお金をそういうお金をもらってきて、それと一緒になんか勉強しているので、なんか We learn how to win a research grant and how to write a proposal、 how to collect data、 うん、そういうのをいろいろね実地訓練で勉強できたと思います、うん、だから大学教授も特に好きな研究、みんな好きな研究だけでやってると思うんですけど、実はそうじゃなくて大学の中でも研究を進むためにどこからお金が出るか、そうですね、うん、あのお金が書き方とか、うん、そうですね、でお金がいるから古臭いことを研究できないですね今、うん、この米国の教育政策であるとかそういうのに大切なようなリサーチをしないとお金がもらえないんです、もらえないので、うん、結果として私たちあの大学院生もその今大切なねあのリサーチの仕方とかを勉強できたと思います。うん、わかりました。社会学なんですけどね、うん、当時日本だったら、日本では社会学者の本を読んで勉強するっていうスタイルなんです、日本は、ね、うん。例えばマルクスとか、はい。はい。アメリカでは、なんかもう、more like empirical research みたいな、うん、データを使ってみたいな感じでしたけどね。うん、私が大学に行ったのは、あの大学が院が終わったのは2000年ですから、もう20年前、20 years ago ですから、はい、
そうなんですね。私もドイツの大学の論文の書き方と、早稲田で習ったのは、で、そこの論文の書き方も若干違いはあるんですけど、ドイツ語で論文の書き方と英語で論文の書き方と、また、日本語で論文の書き方は、若干なんか書き方のルールの違いはあるんですけど、基本のやり方としては一緒ですね。こう、日本語だったら、であるとか、なんか特別 の, 書き方とかあったりするんですけど、まあ、ドイツ語もそうなんですね。ちょっと違いはあるけど、でもまあ基本同じですね。ここの書き方にして。あとまずなんかイントロダクションがあって、literature review、research questions、data の説明、method、analogical method、finding、そういう conclusion とか discussion とか、そういうなんかこう決まってるじゃないですか。そういうのを、そうですね。ね、勉強しますよね。私は YouTube のファンの中に高校生とか大学生で海外で働きたいとか海外の大学にちょっと行ってみたいという方がたくさんいるんですけど、結局そのアメリカで勉強したいってなったきっかけは何ですか？アメリカで勉強、まあ大学時代にアメリカで英語を勉強した、交換留学をしてたというのがあってね、それがありましたね。他の国は考えなかったですね。今だったら、例えばオーストラリアに行って、何ですか、なんとかホリデーってあるじゃないですか。ワーキングホリデーとか、ニュージーランドとかカナダとか、今だったらいろんな国を考えると思うんですね。でも当時はね、1994年に僕始めました。I went to graduate school in 1994. アメリカっていうのは存在もすごく大きかったんですよ。だから自然とアメリカに来ました。そうですね、アメリカの方が今だとその学生の場合だとすごく大学にはコストがかかって、あとその大学生でビザがもらえたとして、その後日本じゃなくてアメリカで働きたければビザがすごく厳しい国なんですよ。でもまあ、ドイツの大学はそれと比べて国は大学を無料にしてるので、大学は無料なんですよ。でももちろんドイツでもその後ドイツで働きたいと思えば働くビザに変更しないといけないんですけど、そっちの方がまだ多分アメリカと比べて緩いかもしれないですよね。最近はちょっと難しくなってますね、ビザの、ね、取得とかね、ワークビザっていうんですかね、アメリカはね、残念ながら昔でもグリーンカードは昔からの制度ですよね。グリーンカードもアメリカの制度、もう今グリーンカードを持って20年近くになりましたね、あれはどんなふうに当たってたんですか、そのシャッフルの当時、あるいは大学院卒業し就職先決まってたから。ね、私今アメリカ人と結婚してるんですけども。ああ、そうなんですね。はい。でも最初、2番目の結婚なんですよ。1番目の結婚の時に相手がアメリカに住んでいる日本人だったんです。日本人。ああ、そうなんですね。はい。で、その人がグリーンカードを持っていたので、私もグリーンカードをもらいましたね。ああ、そうなんですね。ちょっと時間がかかりましたけどね。はい、なるほど。あと、なんか、その、アメリカの、大学生活とか、まあ、日本と比べて、大きな違いはいろいろあると思うんですけど、アメリカに来てよかったとか、楽しかったとか、あと、やっぱ時は日本戻りたかったなとか、そういうエピソードなんかありますか？なんかやっぱり日本の方が楽しい感じがして、で、アメリカはやっぱりね、勉強とかが勉強量が多いというかね、大変だったっていう気持ちがあるんですけども授業の一つ一つがまあまあ面白かったかな、参加型だし、こう覚えてる。勉強が好きだったらアメリカとか海外の大学に行って、でも日本でこう、ね、一生懸命大学生で遊びたかったら、まあ、日本に残った方がシンプルなんですね。大学レベルですか？大学、今大学院ではの話、そうですね、大学、でもお金が高いですね、アメリカね。なんか噂ではドイツとか他の国では学費が安いから日本人でも行ってみたいな。
いや、私、あれなんですよ。フィンランドとか今調べてるんですよ。フィンランドの方が博士だったら、もうお金かかるんじゃなくて、お金もらえる側になるんですよ。そうそう、僕、アメリカに住んでるから、アメリカの宣伝しなきゃいけないんですけどね。今、なんかアメリカのね、ちょっと雰囲気が悪い。トランプさんがね、なんか雰囲気が悪いので。いや、まあ、なんかでも、なんかその旅に行くとしたらアメリカって結構楽しいんですよね。私もアメリカはニューヨークとあとマイアミ行ったことあります。フロリダあの辺行ってて、すごくマイアミは楽しかったんですね。そうで、まあ、こう日本の大学こう博士取りたいなと思いつつ、やっぱりコストがすごいかかるので、だからその面で日本の大学もそうなんですよね。コストがかかるから、だからまあさっき言ったように、やっぱどの辺で奨学金が出るかとか調べて行動した方が一番賢いんですよね。やっぱ奨学金をもらわないとね、なかなかね、お金が高いですからね。そう。ね、で、ドイツで貧乏すれば、まあそれは3、5年かければ絶対。頑張れば博士はもらえるんだろうけど、貧乏したいって言われたらね、うん、そう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 。博士号は早く終わらないといけませんね。ずるずるずるっとほっといたらもう10年でも経ってしまいますんで。そうなんですか。でも友達みんな博士論文書き終わったんですよ、結論から見ると。途中で諦めた人って どの辺いたんですか。途中でもう諦めてる人、何人アメリカでもいたんですか。もうなんか僕が1年生に入った時に、先輩とかで10年目の人とか普通にいましたけどね。うん、そうですね。アメリカのこうドラマとか映画見ると結構ありましたね。ストーリーとして奥さんが妊娠して、でもまだ博士論文は終わってないからパニックを起こして急に書き終わるみたいな、そういう映画見た。それ楽しかったですね。アメリカだとね、修士号ぐらいでね終わって、うん、それで会社に勤めてる人とか結構いいんじゃないかなと思うんです。僕は博士号を取って会社に入ったんですけども、うん、ボスは修士号とかですからね。ああ、そうなんですね。なんか博士号で時間かかってるからね。日本人の方で大学院に行くかどうかもそのレベルで悩んでるのが、日本で普通にサラリーマンとして大学を卒業して院に行かずにそのまま就活した方がいいっていう、まあ、風景があって、だから海外の大学学部生の時に行っても戻ればできなくはないんですけど、就活のスケジュールがずれるリスクはありますね。アメリカは就活とかは別に関係ないですよね。それはいいですね。日本だったら、新卒で仕事をゲットしなきゃいけないとかありますけども、アメリカの場合は別にそういう心配はないですね。でも若い日本人がアメリカの大学に行って戻ってる時にその就活のことを心配する必要ありますか。あるいは別にどうなんですかね。なんか外資系、日本にある外資系で働くのであればスケジュールは関係ないし、あと、まあ、日本の大手企業が自分が海外にいることに気を使いのない会社だったら、そもそもグローバル化がゼロだから働く価値もない会社だと思うから、その辺で留学に行く前に心配してもちょっと仕方ない。あるいはアメリカの大学をその就活のスケジュールに合わせてちょっとだけそこで日本に戻っても、まあ、ありような気がします。あんまり心配せずにね、大学に行ってスキルをつける、知識をつけることで、うん、乗り切っていただきたいみたいな思いますけどね、うん、はい。アメリカにずっと住んで、アメリカでいいとことか、なんかこう、日本に戻ってそれは不便だと思うとこなんかありますか？最近アメリカ雰囲気悪いんです。僕トランプさんがあんまり好きじゃないんで、それでね、なんか日本のいいことばっかり思うんですけども、アメリカのいいところですか。なんか人々が親切な感じがしますよね。日本で言ったら大阪人みたいな感じですね。そう、大阪人いいです。でも東京とか埼玉の人とか神奈川の人も好きなんで、それは、うん、でもアメリカ人って本当にフレンディーですよね。単に話しかけるというか、こう、なんか、うん、
でもその一方、もちろんこ、ね、夜、がんとかがまだあるわけだから。あのね、今思い出しました。私、妻はアメリカ人ですので、親戚がアメリカ人なんですよ。はい。で、オハイオの方にたくさんいるんですけども、あのクリスマスとかで遊びに行ったら、はい、もう家族同然な感じで、こう、ね、一緒にご飯食べたりとか、はい、楽しく歌を歌ったりとかね。だから、ものすごく受け入れてくれるという感じですね。そういうなんか人々がフレンドリーで、そういうとこありますね。そうですね。あのドイツも文化としてあのすごいクリスマスは大事で、そういうイベントだったらすごくあの親戚が集まるんですね。でもあの私も同じく思ったのは、海外に住めば自分がもともと出身だった国の良さが見えてくるんですけど、またそのうちの場合は日本からドイツに出向して、またドイツから出向して、また日本に出向したりというのを繰り返してやってたので、思ったのは日本に住めばドイツの良さが見えて、でもまたドイツに住めば日本の良さが見えてくる感じです。それね、言えてます。僕、今思い出しました。日本で楽しいこと。僕は日本の広島県出身なんですけども、はい、帰った時に友達がたくさんいるんですよ。その地元に。はい。で、それって多分、日本って家族は大切ですけども、なんか家族以上に学校の友達が家族みたいなとこがあると思うんですよ。でも、僕の妻、アメリカ人の妻がオハイオの地元に帰った時に、もう誰もいない。その昔の友達が。もういろんなとこに行ってるので、どこにいるかわからないんですよね。でも僕が広島の田舎に帰ると、小学校の時の友達が今でもいますし、I even know where they live. Like, どの家かとかすぐわかるんですよね。それが違うような気がするんですけども、どうですかね。私もあの日本の高校は部活に入ってて、大学の場合もサークルに入って思ったのが、あの日本の場合はそういう大学と部活っていう制度があるからこそつながりはあの強いと思うんですよね。部活の場合は毎日あの美術部の仲間と遊んでて、だから今でもグループラインのがありますし、であとあの日本の場合はサラリーマンがあちこち地方に飛ばされることはあるんですけど、あの結局その後またこう移動でまた戻るし、あとグループラインで見れば今ここにいるっていうのはわかるので、なんかドイツはあの多分アメリカみたいにあの趣味と仕事が分けてて、だから学校はもう本当勉強だけで、趣味の付き合いもみんなバラバラだから、大学に行く人はみんな地元出て大学の町に行って、で、大学の町の就職先が少ないから、そこからもうバラバラ、あの、まあ、地元に戻るケースもあれば、違うところに住むというのもあるけど、連絡取ろうと思えばドイツの方が、あの、集まりにくさはあります。なるほどね。でも日本はね、仕事が大変そうですね。そうそう、アメリカはね、仕事が大変は大変なんですけども、日本ほどではなくて、楽。楽かな。ドイツも、お金の面から見て、あと制度、会社員の制度を見て、ドイツで働いた方が絶対楽です。でも、日本は日本で、例えば自由営業とか会社をやってるんだったら、ドイツほどルールが、こう、あんまり多くはないので、そういう面で日本の方が、良さはあります。どっちもどっちですね。どっちもどっちでいいところはあって、ドイツで経由されてる人の話を聞くと、ルールがすごく厳しいから難しい、めんどくさい、大変、言いつつ、で、日本だったら、ルールがないからこそ、良さもあれ、めんどくさいところもあります。なるほどね。あのですね、なんか日本人の友達見てたら忙しそうにしてるので、大変だなと思って。でもアメリカだったら、例えば僕今、夜11時なんですけども、明日休もうと思えば別に休めるんですよね。言わなくてもいいぐらい。I don't even have to tell my boss that I'm taking a day off, 多分。だから、ドイツの場合は、とりあえず、
その労働者の方が休みを長く取れるんですよね。あの普通に国で決まってるのが2週間でもほとんどの会社は2週間だと社員が集まらないので3、4週間にしてます。あだからドイツ人 の, 観光こう例えば日本に観光行くのも1週間とかじゃなくて2週間北海道で月に行く観光客もたくさんいますし、あちこち海外に行く人もいますし、もちろん国内で好きな人もその辺で旅に行くんですけど、日本と大きな違いは風邪をひいた時に自分の有給を取るんじゃなくて先生に行って風邪ですってそれみんなに迷惑かけるわけだから先生からこう許可をもらって、でそしたらそのボスに言えば病気なんでってそれ普通の休みと取れられないんですね。あ個人の休みじゃないから風邪って自分の問題じゃなくて自分がわざとこう風邪をひいたわけじゃないから、だからそこ の, 休みの取り方の違いから、ゆ緩いんですよね、うん、それはシックリーブっていうことですかね。そうそう、シックリーブで、そこで国からお金が戻ってくるから、だからそのボス側も、あ、それ医者さんに行って許可戻ってる休みだから、で、ボスもその会社の経営者側も、あ、こう手続きやればその働かない分はそこは国から戻ってくる。うん、それは面白いですね。日本にもないですけど、アメリカにもない。ドイツの方が税金はたくさんかかります。19%。でもその分に大学がタダとか、健康保険もタダとか、その社会のサービスはたくさんあります。ドイツの方がいいですね。いや、すごく法律社会だから、ルールはめんどくさいんですよね、日本と比べて。契約書を読めばわかると思うんですけど、ドイツ語ってすごく長いんですよね。だから、喧嘩になったら裁判所になるのもほとんどで、そこはアメリカと似てるけど、すごく法律社会だから、プロセスもお金かかるし、良さもあれば、面倒くささもあります。住んでみたかった。いや、多分住めると思いますよ。住もうと思えば。大学とかだったらポジションがあれば移住できるかもしれないし、まあ、ビザについて調べればどこかチャンスはあるかもしれないですね。あるいは、まあ、旅で何週間か行く。アメリカ人だったら何週間は確か行けたと思うんですよね、うん、そう、ドイツに行ったことがない。なんかドイツは英語と似てるから英語だけでも会話は一応ある程度通じます。うん、そうですね、うん、今日は博士の話とそのアメリカの良さについての話できて、わざわざありがとうございます。で、皆さん発音とか自分がこの英語に自信がないなと思ったら、カズさんの本英語のどです、これです、英語のど、それぜひ見てきてください。大人気になっております、今。はい、あと彼も YouTube チャンネルをしてるので、その辺でよく主に英語の発音 の, 動画と、あともう英会話の動画をたくさん、もう本当に何年前から YouTube やってるんですか？わけがわからないですね。6年か7年前だと思いますけどね。そうですね、すごい人気な動画も6年前の動画とかになったりするので、よかったら見てきてください、はい、ドイツ語も喉ですよ、ドイツ語ね、R とか喉の奥で言うんでしょ。そうです。みなさん、今日は最後までご清聴ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。さよなら。